エフゲニー・バシロビッチ・シェフチュクは、事実上の独立状態にある沿いドニエストル共和国の政治家。2000年に沿いドニエストル最高会議員、2011年に同国大統領に選出され、2016年まで大統領を務めた。また、2005年から2009年まで同会議員長を、2010年まで野党、革新党の党首を務めた。リブニツァ出身のウクライナ人。政府や民間の法人を渡り歩いてきた弁護士である。プロフィールにはヨーロッパ的な視野を持つ社会民主主義派のテクノクラーと民主主義の信念を貫く人とある。国会内で少数野党の状態にあった2005年12月以前には選挙法改正運動の先頭に立った。これまで言ってきた改革要求は選挙管理委員会委員長の公選や投票結果に影響させないため、国営メディアによる選挙に関する世論調査や情勢分析を制限するなど、いずれも制度的なものである。これはアメリカ国務省の2005年版国別人権報告書に掲載された。欧州評議会議員会議は2005年の報告書で民主改革に関連してシェフチュクについて言及し、沿いドニエストルは多元主義に向けてさらに前進しているとした上で、シェフチュク陣営が主導する政治制度改革に関する国会自らのイニシアチブを強調した。この後、欧州議会は EU 加盟国へのシェフチュクの入国を禁止した。2009年7月22日、シェフチュクは国会議長を辞職。革新党副議長でもあるアナトリー・カミンスキー副議長が国会議長に昇格した。新しい副議長には、改革党党首で、経済政策、予算金融委員会委員長のミハイル・ブルラがついた。シェフチュクは辞職の理由として、当時議論を巻き起こしていたイーゴリ・スミルノフ大統領による憲法改正に向けた動きを挙げた。2011年12月、シェフチュクは沿いドニエストルの大統領に選出された。12月11日の第1回投票で、すでに、現職のスミルノフとクレムリンが支援するカミンスキー最高会議議長の得票率を上回っていた。それから12月25日の第2回投票で 75% 以上を得票し、12月30日に就任した。ありがとうございます。